国道253号起点新潟県上越市3、津屋交差点国道253号終点新潟県南魚沼市三島交差点国道253号は新潟県上越市から南魚沼市に至る一般国道である。新潟県上越市裏川楽釜淵起点の上越市から西に進み、中越地方の10日、長市を経て、 終点の南魚沼市に至る路線で、首び平野、東下、長盆地を除くと、おおむね東首び丘陵、魚沼丘陵といった山間地を縫うように位置している。したがって、北倉川から、鯖石川、渋見川から浅川原川、川地川から平手川の各分水嶺をトンネルによって越えている。全区間において、北越急行北北線が並行している。 一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。北北海道の標識新潟県上越市青の2017年11月の上沼道発火インターチェンジ野田インターチェンジ、開通に伴い、並行する、現道区間は、国道指定を外れた。この開通で、南魚沼市側、野田インターチェンジと、道余り川の10日町ち日、 朝鮮との原道との交差点まで道県道などで構成されるルートを介することになり、この区間が国道に指定変更されている。なお10日、城市側は八火インターチェンジで原道と直接接続している。主な構造物犬伏トンネル新潟県10日町市、松城田沢道の駅国道117号との交差新潟県10日町市。 山本町交差点自吹雪による着雪を緩和する吹き払い策。ありがとうございます。